Thank you.
でしょうか。 ステージ最後の、ちょっとコーナーとなってきました。ここでですね、ちょっと最後は今のちょっとね、木とはまた違う感じなんですけども、先ほど一部の方でもね、ソロをやりました。ニコの小宮久美さんは、デューク・エリントンの曲に挑戦いたします。インナ・センチメンタル・ムード、それからソフィスティケイテッド・レディという有名な曲なんですけども、とてもムードのある曲なんですけど、それを今日は2個でお聴かせしようと思います。それでは、お聴きください。